第143回竹井てるけチャンネルテルラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。そして、なんとチャンネル登録者数1300人を超えました。ありがとうございます。まだまだ目標3260人にはほど遠いですが、皆様のおかげです。ありがとうございます。これからも、ご視聴、チャンネル登録、そして拡散、ご協力よろしくお願いいたします。さあ今日は何をするかと言いますと、今日はですね、皆さん YouTube とかテレビでご覧になられたと思いますが、市川海老蔵さんの息子さんの勸玄くんが、歌舞伎の舞台で外郎売というのを演じたんでございますが、あれを僕もちょっと挑戦してみようかなと思いまして、もともとね、太田プロダクション養成所に僕14期生として、授業を受けさせてもらうことになったんですが、そこでね、基本としてこの外郎も勉強させていただいたんですが、まあこの外郎売りというのはね、もともと享保3年1718年に江戸の森田座というところで、2代目の市川團十郎さんが、初演として演じたのがきっかけで、もうこの歌舞伎の18番になったという。まあこの外郎とは、元来小田原で外郎という薬を外郎家の人が製造販売した薬でございます。その薬を食べた後にお口直しに外郎というお菓子を出すという、両方お菓子と療薬を両方この外郎家は小田原で、出してたと。そして2代目市川團十郎さんが一時ちょっと咳と痰でちょっとうまくセリフが言えない時期がありまして、それでどうしようかというところで、その小田原でその外郎を聞きつけて、その療薬を飲んだところ見事治りまして、そして舞台の上に立ったと。いうこういう療薬を人々に伝えたいということで、市川團十郎さんは外郎家の承諾を得て自作自演のこの外郎売り工場を作って、演じたということでございます。それではその外郎売りを僕ちょっと挑戦してみましたんで、見てください。どうぞ。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方、相州小田原一色町をお過ぎなされて、青森町へ上りへおいでなされば、欄干橋虎屋等へも、ただいまは啓発いたして、宴祭と名乗ります。岩町より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は、昔秦の国の当人、外郎という人、我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬を深く、米を置き、持ちうるときは一粒ずつ、冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より、東鎮香と賜る。すなわち文字には、いただき、すく、匂いと書いて、東鎮香と申す。ただいまはこの薬、ことのおかせ状に広まり、方々に偽看板を出し、いや、小田原の灰田原の三田原の隅田原のと、いろいろに申せども、ひらがなを持って、ういろうと知るせしは、親方、宴祭ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ湯治においでなさるか、または伊勢三宮の折からは必ず門違いなされまするな。お上りならば右の方、お下りなれば左側、八方が八つ胸、表が三つ胸、玉堂作り、羽には菊に、霧の塔の五門御社面があって、経図正しき薬でござる。いやー、最前より亀への自慢ばかり申してもご存じない方には、昇進の故障の丸のみ白川よ船、さらば一粒食べかけて、その気に合いを目にかけましょう。まずこの薬、かように一粒舌の上に乗せまして、腹内へ収めますると、いやー、どうも言えぬわ。いい心肺感が健やかになれて、くんぷん飲んどより甲虫微量、小ずるがごとし、魚腸、キノコ、麺類の食い合わせ、その他、万病速効あること、神のごとし。さて、この薬、第一の奇妙には、舌の回ることが銭ごまが裸足で逃げる、ひょっと舌が回り出すと、矢も盾もたまらぬじゃ。そりゃそらそらそら回ってきたが回ってくるわ。あやのんどさたらんじたにかけさしよん。浜の二つは唇の形状、会合爽やかに赤さたら甘やら、おこそとの思よろ。一つへぎりにへじほじはじかみ、ぼんがめぼんごめぼんごぼ、つみたれつみまめつみさんしょ、そさらのしゃそうじょ、こごめの生紙、ここの生紙、こんこごめの粉生紙、しゅすひずしゅしゅじゅう、親もかへい、子もかへい、親かへい、子かへい、
え親かえ、古くりの木の古切り口、甘がっぱかばんがっぱか、貴様のキャハンもかわキャン、我らがキャハンもかわキャン、しっかわばかばのしっぽころびを見張り張り中にちょっとぬうてぬうてぶんだせ、かわらなでしこのぜくちく、のらにょらいのらにょらい、みのらぐらいにむのらぐらい、ちょっと先のおこぼとけにおけずまっきゃるな、今日の生だらならまなまながつお、ちょっと四五巻目、おちゃたちょ、ちゃたちょ、ちゃっとたちょ、ちゃたちょ、青竹茶せんでおちゃちゃっとたちょ、来るわ来るわ何が来る、荒野の山のおこけらこそ、たぬき100匹、箸100膳、天目100杯、棒800本、ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ、合わせてムグバグ、ムブグバグ、キクリキクリミクリ、合わせてキクリムクキクリ、麦ゴミ、麦ゴミ、ミムギゴミ、合わせて麦ゴミ、ムムギゴミ、あの投げしの長なぎなたは、ただ長なぎなたぞ、あのごま柄は、絵のごま柄か、あれこそほんのまごま柄。ガラピーガラピー風車、おきゃがれこぼし、おきゃがれこぼし、ゆんべんもこぼしてまたこぼした、タッポポ、タッポポ、チリからチリからつったっぽ、タッポタッポの一丁だこ、落ちたら煮てくを、煮ても焼いても食われるものはごとく鉄球、金熊当時、石熊石餅、トラクマトラクシュ、中でも当時の羅生門には、茨城童子が腕振りゴンゴを掴んでおむしゃる、田の来光の膝元さらず。船金冠定めて五段なそば切りそうめん、うどんかうどんな腰餅、小玉の小石さんの豪家に小味噌がこしゃくしこもってこすくってごえごせ、おっとがってんだい、心得田んぼの川崎神奈川保土ヶ谷戸塚を走って行けば焼いとうすりむく三里ばかりか、藤沢平塚、おお忙しや小磯の宿を七つ置きして、蒼天早々総州小田原東鎮湖、隠れござらぬ既成文字の花のお江戸の花ういろ、あの花を見てお心をおやわらぎやという、産子はう子に至るまでこのういろのご評判ご存じないとは申され、まいまいつむり角出せ棒出せ棒棒眉に薄きねすり鉢バチバチガラガラガラと羽を外して、今日おいでもいずれも様にあげねばならぬ売らねばならぬと息声引っ張り、東方世界の薬の元締め、薬師所来ぬらいも昇乱あれと頬を敬って、ういろうはいらっしゃりませぬか。いかがだったでしょうか。なかなか難しいですね。まあ、編集なしでカンパケで一気にやってしまうのをちょっと挑戦してみましたが、まあ、そもそもこのういろうというのは外に一郎のろうと書いて、これをなんでういろうと呼ぶのかというこの名前の由来なんですが、ういろう家の祖先は中国の元の時代に霊部院外郎という官職をやられて、知恵院という人が元が明に滅ぼされたことを機に、この、ういろう家の人は九州の博多に移り住み、まあ、俗に言う亡命ですよね。その時に、陳ういろうと名乗ったらしい。陳の外にろうと書いて、陳ういろうと。その外は漢音で、外と発音するんですが、それが、まあ、ゲとも発音したりしていたのが、もともと元の時代に発音していたのが、この外をういって発音してたの。それで、ういろうと呼ぶようになったのが由来でございます。ねえ、まあこのういろう売りが有名になったのは、その工場にさあ團十郎さんが席と痰を直したいということで、それをういろうを飲んだところ、すらすら喋り立てる早口言葉で、これアナウンサーの養成所とか、それから役者さんの養成、僕ら芸人の養成所でこれね、これがまあ勉強の教材となることで、みんな練習してるのがもう定番となっておりますけどね。まあこれ市川團十郎さんがね、これを飲んでもうもっと前以上にまくし立てるように、噛まずにうまいことセリフを言えるようになったっていうので、皆さんこのういろううりを練習してるんですけど、僕はその前にその薬プレーンかな、ういろう直したい、2、3箇所噛んでるわもう、ね、さあそこでですね、実はこのういろう売りの現代版を作った方がおられます。これが古舘一郎さんでございます。以前までニュースステーションのキャスターをやっておりましたが、この方がういろう売りの現代版をオリジナルで作ったのを、僕これにも挑戦してみました。見てください。
一番上からご紹介しましょう。こちらはタオリン 1000mg 配合のリポビタンで、日本三大リンといえばニポリンサリンタオリン、この中のタオリンなんと 1000mg 入っているという、 1000mg 入っているならなんで正直に 1g 配合と言えないのかの代表例。その隣がリポビタンデースーパー、こちらはですねタオリンが 2000mg 入っております。その後3つ目、こちらはですねウルトラマン兄弟と同じウルトラマン、ウルトラスブ、ウルトラマンエースと同じリポビタンデース倍の500円。そしてもう一つ、塾だファミコンだとお疲れのお子様には本当にカルシウム配合が嬉しいと言われるリポビタンで承認をもございます。さあそれから何がある、同じく対象でもそうです、サモンナイフ劇、あのアマゾンの飛躍ムイラクワム配合のサモンナイフ劇、ナイフ劇という古臭いネーミングはいかにも薬っぽくていいねと中高年の根強い人気を誇っております。さあそのお隣がガラリと変わりまして、気血性ドリンクのゼーナ、なんと大気の気、血液の血、精霊の精、こんなすごいものが3つもこの小さな瓶の中に入ってるんだから無理があるぞと大評判になっておりますけれどね、こちらはすごい、ドリンク業界の自民社会先駆け大野号のイプロ内のクアリホーム大丈夫なのかとも言われております。さあこちらは対象に対抗しまして、おなじみの中外製薬グロン酸シリーズ、まずはグロン酸内服液、シンプルな180円から始まって今一押しの5時から男グロン酸 DX、 こちらはタウリン 1000mg 配合に対抗いたしまして、何が入ってる、なんとグルクロンドラクトン 1000mg 配合、もうグルクロンドラクトンなんてものが入ってんだから、もうイグアナドンでもデンゼルワシントンでもマーク・ハミルトンでもどんどん瓶の中に押し込んでもらいたい。おっと24時間働いた頃が懐かしいぞ、リゲインアリナミン V、 アリナミン V&V 大腸 V、 そしてエーザイからユメロンゴールド、そしてようやく SS の S カップシリーズへと近づいてまいりました。こちらは階級ヒエラルギーが比較的シンプルではっきりとしております。まずはシンプルな S カップ、 S カップ新生、 S カップ E、 S カップキング、リーダーボス座的存在はエストロンキング。おっとお客様、マムシが欲しいなら今日はのナガランドリンク、そして忘れちゃいけないのはマムシなら赤マムシ本舗のマムシゲン X、 こちらはもう3000円ぐらいしますからね、ちょっとお高くなっております。懐かしいぞピップ藤本のダダーン、ようやくユンケル皇帝劇のセクションへと近づいてまいりました。ユンケル皇帝劇といえば佐藤製薬、ユンケルシリーズだけでも年間なんと300億円の売り上げ、1000円台から上のグレーの高い栄養ドリンクはひときわ独り勝ちの様相を呈しておるわけであります。まずはシンプルなユンケル皇帝劇800円の作り方をご紹介しましょう。成分は簡単です。マムシの皮を取り除いて乾燥させてアルコールを抽出したマムシチンキを中心に、やれロイヤルゼリーだ、ビタミン B12 だ、人参を加えて、そこにまだまだ核酸トカフェノール、コンドロイチン、硫酸ナトリウム、これ全部覚えていますからね、本当のことですからね、こういったものを全部総合的に配合いたしました辛味が特徴のドリンク剤、ユンケル皇帝液800円。おっと辛味が嫌だなという女性向けのライトな感覚はユンケル皇帝液 L、 ユンケルハーバル皇帝液、ユンケル皇帝ゴールド、ユンケル皇帝ロイヤル、ユンケル D、 ユンケルグランド、そして最高峰はなんと10種類の植物性胃腸薬と5種類の動物性胃腸薬を見事に配合してビタミンを超えたユンケルファンティ3000円。ファンティとは中国語で皇帝のこと、ズバリ直訳するとユンケル皇帝、皇帝液、皇帝がダブってどうすんだい。さあお客様何にする、ん、え、リポビタンで承認を、あ、お子様だったの、はい、ということでどうでした、すごいな、うん、いや俺ちゃうで、あれ作った古舘一郎さんすごいわ、ほんまに頭おかしいんちゃうかって思うぐらいねえ、見事にウイロウリを現代版に再現しましたよね。で最後にまあこんだけ幕下って言うてたけどお客様が子供やったっていうちゃんとしたオチができてるの、これ素晴らしい。古舘一郎さんのスタンドアップコメディのライブね、ちょっと俺一回見に行きたいなと思っております。
ねえ、まあ僕らの商売は本当に喋りが一つ、もうここだけが商売でございますが、だから本当にね、昔からのこういう部分もちょっと大事にして、本当に言葉とか表現とか、それにはちゃんとした滑舌とか、そんなんが本当に大事やなと思っております。まだまだでございますが、頑張ってまいります。さあ、それでは新コーナーでございます。竹井照彦のやってみないとわからないのコーナーでございますが、街中で見るもんをちょっと加えたらギャグになるんではないかというのを検証してみました。それでは見てください、どうぞ。ほんまに止まってくれた？ほら、石原さとみなんかおらへんで。おらへんで。岡本夏樹やろ？おらへん。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント、お待ちしてます。